戦闘商法、2022年1月26日のリプレイ動画になります。ギアは5から7の隣接勢力、制圧戦。ひとまず DA。隠蔽では勝てるので、とりあえず様子見。逃げる準備はしながら、煙幕が晴れるのを見張りに行こう。領艦に要請する。支援が必要だ。了解。突っ込んできた。発砲を確認したので煙幕展開。発煙装置始動。敵を見れる位置に味方がいるのはありがたい。対応完了しました。の撃沈を確認。我が艦が初の戦果を上げました。Cは取れてるので、Aのサポートができる位置まで移動。
前方から魚雷接近。右舷に魚雷確認。すぐ近くに巡洋艦が2隻いるので、慎重に行動しよう。向けられたので一旦隠れて追跡。なんか戦力的には押されてる感じが。戦力がどんどん削られる。了解した。
お見事。なんとかあの巡洋艦は落としておきたいが。指定エリアを占領せよ。味方の巡洋艦、ちょっと近づきすぎな感じもするが、なんとかなるかな。なかなかしぶとい。敵巡洋艦を撃沈、我が軍の勝利は目前です。数的には勝ってるけど、戦力的にはやっとトントンになったかな。敵地区は B を踏む動きかな。一応警戒しに行こう。優勢になりました。全艦優先攻撃目標を指定する。エンジンブースト始動。無事発見。以上、戦闘商法でした。